読むだけですっきりわかる日本史。弥生時代、縄文時代はなんと1万年以上もの長い間続いた。一口に1万年というけれど、遥か彼方イスラエルの地にキリストが生まれてからまだたった2000年とわずか。そう考えると縄文時代がどんなに長く続いたかを分かってもらえるだろう。さて、紀元前5世紀頃までに大陸の中国や朝鮮半島から稲作が伝わった。稲作というのは米作りのことだ。これは画期的な出来事だった。何せそれまでは食料は自分たちで作るものではなく、あくまでも自然から得るものだった。要するに自然任せだったわけだ。もちろん稲作も当時の栽培技術ではその多くの部分を自然任せにしていた点では変わりないのだけれど、それでも毎年ある程度の収穫が計算できる米作りを始めたことは大きかったろう。日本で人類が自然を動かし始めたまさに最初の出来事と言っても過言ではない。この当時の稲作には木でできた木具輪や田げたが用いられた。同じ頃、金属器も伝わってきた。この当時に伝わってきたのは青銅器。青銅器というのは文字通り青い色をした銅で作られたもので、分かりやすく言うとブロンズ製の道具だ。ほら、美術室とかに飾ってある青緑色をしたあれだね。青銅を使って銅剣、銅鐸、銅鉾などが作られた。銅剣と銅鉾は大きな剣、銅鐸は平べったい鐘のようなものだ。これらはとても重くて武器などには使えなかった。おそらく祭りやまじないの時に用いられたと考えられているよ。実用性はなかったけれど非常に貴重なものだったんだね。後になると同じ金属器でもより軽い鉄器が伝わってきた。鉄器の方は実用的に使われたらしい。ところでこの時代になると、それまでの縄文土器とは変わって網目の文様のない薄手で丈夫なすっきりとした形の土器が作られるようになった。このタイプの土器が初めて発見されたのが東京の弥生町というところだったので、この種類の土器を弥生土器といい、この時代を弥生時代と呼んでいる。弥生時代には稲作が始まったのだけれど、そうなると収穫した稲を保存しておく場所が必要となった。低いところだとネズミなどにかじられてしまう。そこで高床倉庫が作られ、そこに保存された。高床倉庫の柱にはネズミ返しのような仕掛けも設けられていた。柱の一番上に平らなやや広い板がくっついていて、そこまで柱を登ってきたネズミも平らな板のところで足を引っ掛けることができず落っこちてしまうという仕掛けだ。よく考えたものだよね。この時代の遺跡としては、かつては静岡県のトロ遺跡が有名だったのだけれど、1980年代末に佐賀県で国内最大規模の環濠集落の跡が発見された。環濠集落というのは敵の襲撃から村を守るために堀や水堀や柵などで周囲を囲った集落のことだよ。これが後に吉野ヶ里遺跡として国から史跡に指定され、今ではとても広い歴史公園になっていて、復元した高床倉庫や物見櫓や祭殿なんかも見られるよ。縄文時代は肉や魚などを食べていたけど、それらは保存ができなかったからお金の代わりにはならなかった。ところが米は高床倉庫などで保存ができる。そこで稲作が始まった弥生時代には、保存の多い少ない、うまい下手などで徐々に貧富の差ができていった。また稲作には共同作業が不可欠で、天候とか灌漑、他に水を導くこととかの指示をするためのリーダーが必要になり、身分の差もついてきた。また収穫の豊作、不作などを占うために
宗教的な権威を持つ指導者も現れた。やがて村ができて、さらに村と村が争ったりくっついたりして国ができる。国の中には周りの国を従える大きな国も登場してくるよ。そうした国では指導者は王と呼ばれるようになる。それでは弥生時代の大きな国について触れてみることにしよう。弥生時代もやはり日本に文字はなく本も残ってないけれど、同じ頃中国にはすでに文字も本もあった。そして当時の中国の書物ではほんの少しだけど日本のことにも触れられているんだ。そのおかげで当時の日本の様子を知ることができるよ。中国の歴史書に最初に日本のことが記されるのは紀元前1世紀頃、つまりキリストが生まれる数十年前、今から2000数十年前のことだ。この当時中国は漢という王朝が支配していた。ここでちょっとだけ中国について説明しておくと、中国は日本と違って王様になる一族が次々に変わる。そしてその度に王朝名も変わる。代表的なものだけ挙げておくと、伝説の王朝夏、甲骨文字で有名な殷、始皇帝と万里の長城の秦、その後四面楚歌で有名な項羽と劉邦の争いを経て、劉邦が漢を起こし、途中中断を挟んで漢が400年続き、そして漢の衰退とともに小説、漫画、アニメなどにもなっている魏、呉、蜀の三国時代を迎える。その後は北と南でいくつかの王朝が起こっては滅びる魏晋南北朝時代を経て、聖徳太子で有名な隋がようやく全土を統一し、日本にもかなりの影響を与えた唐がそれに続く。唐が滅びた後は複雑な時代を経て、南部を平清盛が貿易をした宋が支配し、その後モンゴル人のチンギス・ハンの孫のフビライ・ハンが作った国元が支配する。この元は日本に2度攻めてきているよ。元の後は足利義満が貿易を行った明の時代となり、そしてその後今度は満州人の支配する清の時代となって現代に入り、中華民国ができて、第二次大戦後今の共産党の支配する中華人民共和国が成立する。この間日本では政治の中心人物は入れ替わるが、王朝はずっと天皇家なんだ。こんな国は世界に一つしかない。とにかくここでは中国は王朝が何度も変わっているということだけ覚えておいてくれればいいよ。さてその中国の王朝の中で最初に日本を取り上げたのは漢だということまでお話ししていたね。当時の漢の歴史を書いた漢書地理史の中で当時の日本がちらっと紹介されている。ちなみに本当は漢書地理史という名前の本はない。実際にあるのは漢書。漢書は実に長い本なのだけれど、その中に地理史という一章があると思えばいい。それを日本では漢書地理史と呼んでいるわけだ。それ落老海中に和人あり、分かれて百余国となる。意味は落老郡、今でいう北朝鮮のあたりの向こう側の海の彼方に和人という連中が住んでいるらしい。和人は百そこそこの国に分かれて生活していると、こんな具合だ。さらに漢書地理史には当時の和人日本人が定期的に貢ぎ物を持って皇帝のもとへ挨拶に行っていたことも書かれているよ。次に日本のことが登場するのは1世紀の後漢書唐遺伝だ。後漢というのは先ほどの漢とほぼ同じと考えていい。正確には実は漢は一度秦という王朝に数年だけ乗っ取られているので、秦を倒し
政権を取り戻した後の漢を五漢と呼んで区別しているだけのことだ。その五漢の歴史書が五漢書。もうわかると思う。その中に東夷伝という章があって、それを我々は五漢書東夷伝と呼んでいるんだね。ここでは那国という国のことが書かれている。ここでいう国というのはもちろん日本全体のことではなくて、日本の中にあったいくつかの小さなまとまりのうちの一つに過ぎないよ。那国は北九州にあった国だと言われている。ここでは五漢の公武帝という皇帝が那国からやってきた使いに金印を授けたことが記載されている。実はね、これはあまり信用できないのではないかと言われていた。ところがこれが事実だったことが江戸時代に証明されたんだ。現在の福岡市にある鹿の島というところでお百姓さんのジンベエさんが田んぼを耕していて、ピカピカ光るものを発見したんだ。もうわかるでしょ？そう、それが金印だったわけ。金印というのは文字通り金でできた印鑑、ハンコだよ。調べた結果、それが五漢書東夷伝に記載されている金印だとわかった。一番の決め手は金印に彫ってあった文字だ。金印には漢の和の名の国王と彫ってあったんだ。これをどう読むかには実はいろいろな説があるのだけれど、通説、一番多く信じられている説では漢の和の名の国王と読むと考えられている。これは漢の支配下の和国の中にある那国の王という意味だ。要するに那国は日本の中にある他の多くの力のある国々と勢力争いをしていたので、他の国に差をつけるために漢に貢ぎ物を送って支配者であることを認めてもらって、那国に手を出すと親分の漢が黙ってないぞと言いたかったんだろうと。こういうことは今でもあるよね。例えば新入生同士の喧嘩をしていて、相手に有利になるように上級生の先輩を引っ張り出すとか、まあそれと同じだ。実際どれくらい効果があったかはわからないけれど、当時の中国、漢の名前はそれなりに知れ渡っていただろうから、ある程度の効果はあったんじゃないかな。さて、次に出てくるのはあの有名な邪馬台国だ。邪馬台国については3世紀に魏志倭人伝に記載がある。例によって実は魏志倭人伝という名前の本は存在しない。それどころか魏志という本さえもない。実際にあるのはかの有名な三国志だ。三国志は魏、呉、蜀の三国が争った時代の歴史書なんだけど、魏志、呉志、蜀志に分かれている。その魏志の膨大な冊数の中のわずか一冊の中のさらに数ページに邪馬台国のことが記されているんだ。それを我々は魏志倭人伝と呼んでいるんだね。さて、その魏志倭人伝によると、邪馬台国には卑弥呼という女王がいたとのこと。当時の日本の中で30数カ国の国が魏に使いを送っていたらしい。邪馬台国はかなりの国を支配下に収めていたのだけれど、支配に属さない国もあったそうだ。卑弥呼もまた那国と同じように金印を授けられていた。が残念ながらこちらの金印はまだ発見されていない。また新義和王という称号も受け取っていた。これは義の国に親しくしてもらっている和の国の王という意味だね。卑弥呼は鬼道を使ったという。これは今で言えばまじないのようなものだろう。卑弥呼が亡くなった時には100人余りの奴隷が生き埋めにされたというから、この時代にはもはやかなりの身分の差があったということだね。その他にも卑弥呼の死後、男の王を立てたが内乱が起こってうまくいかず、13歳の伊予、伊予説と豊説がある。
という女王を立てたところ、再び国がまとまったなんてことも書いてある。ところでその邪馬台国がどこにあったかは未だに分かっていない。そして古代史の最大の謎の一つとなっている。それというのも、魏志倭人伝に書いてある旅程、どういうふうに旅をすると邪馬台国に到着するかが非常に曖昧なんだね。だから解釈によっていくつかの説に分かれてしまう。有力なのは北九州説と畿内説だ。北九州は当時の中国、朝鮮半島との玄関口だからという有力な理由があるし、畿内説の方はこの後出てくる大和朝廷とのつながりを重視しているわけだ。あなたはどちらだと思う？